おはようございます。今朝は12月24日土曜日朝8時40分ですね。はい、外は真っ白です。真っ白なぐらい雪が降っていますよという感じですね。はい、ということでやっぱり雪が降るとかなり、白く眩しくなるというか明るくなるなという感じがしておりますが、寒いんですね、とにかく。はい、ということで亀くんもここにヒーターに温まっているご様子ですね。はい、ということで今日はですね、とりあえず11時から歯医者に行かなきゃいけないんで歯医者に行きます。多分それで歯医者の一連の治療は終わりになるかなと思っています。はい、もう麻酔もしたくないですし、歯を抜いたりもしたくないんですよね。はい、皆さん歯を大事にしましょうというところです。で、今日は水替えをしなきゃいけないかなと思ったりはするんですけど、ちょっと寒いんでまあ水替えはしなくてもいいような気もしていますね。そのあたりはちょっとまあ判断したいと思います。ランチュウ君は1匹ちょっと怪しいんですけど、まあ、今のところみんな元気しているかなと思います。こう考えるとやっぱり他の金魚たちはよく育ってくれました。だんだん大きくなっていってるのがいいですね。オレンジ君たちはみんな橋の下に逃げています。はい、ダルマリュウキの水槽なんですが、はい、5度になっております。非常に寒い。はい、ということで休日を存分に過ごしてまいりたいと思います。はい、ただいま12月24日土曜日、昼の1時20分になっておりまして、亀くんがライトを浴びております。いい感じに甲羅が乾いているので、まあ、かなり長時間いたのかなという気はしますが、ダルマリュウキの水温は5度ですから、まあ、気温は5度ぐらいじゃないかなと思います。亀にしてはかなり厳しい、まあ、環境かなと思います。なので例えば金魚屋さんに行ってヒーターを購入してまいりましたということで、まあ、その説明も含めた動画をちょっと今から撮ろうかなと思っております。はい、ということで、先ほど金魚屋さんで買ってきたものをちょっと軽くご紹介です。全部で5000円分ほど買ってきましたということで、一つは水槽用の背景、これも古いやつなんで、3割引きです。で、ですね、配管用のブラシ、掃除用のブラシですね、これも3割引きでしたんで600円が440円で、こちらの、カバーですね、カバーは3割引きで1000円ですけども、まあ、これは今回特に使わなくてもいいんですが、買っておこうと思って買いましたと。で、メインはこれです。これかなり古いやつですけど1430円、まあ日本製ですが 150W ですね。で、このヒーターを2個買っています。で、これはですね、サーモスタットが必要なやつなので、まあヒートする部材ですよと、まあヒートさせるだけなんで1400円で買えます。で、もしこれをそのまんま単品で使って水槽にぶち込んでいたら、これで沸騰してしまいますから大変なことになるんですが、まあ、今現在ですね、この145リッター程度のこの水を一気に回していて、スペックが全然足りていない状態です。だからまあ20度を下回ってるんですよね。なのでこの2つを投入します。で、150W で2つ、さらに追加してあげると、温度はもっと上がるはずです。そして、まあ、設定温度の最低、まあ、最高気温、最高温度が26度になってますんで、26度になった瞬間に、こちらに今使っている分は1個消えますよと。で、もう2つあります。こちらの設定温度は、まあ、大体26度前後になっていますから、さらに、まあ、この2つが稼働してヒートアップすれば、こちらの2つが消えるということになります。ですから結局ですね、まあ、ここの2つだけが生きているという状態で、まあ、温度がうまく保たれるんじゃないかなと思っています。ですから今12月で水温が今5度です。だからまあ5つのヒーターを、稼働させれば、5つのヒーターによって、温度が保てるという感じですね。そしてまあもちろん1月2月3月ぐらいになれば、当然その数を減らしていいわけで、で、
まあ、これから使いたいんですよね、イメージ的には。だからこっちをずっと使っていて、あっちは温度が勝手に切れてくれると、なんかそういうところの、そういう使用の仕方を目指してやっていこうかなと思っています。停電にはならないと思うんですが、そのあたりもちょっと注意しながらですね、まあ温度の電源管理等々やっていこうかなというところです。あと砂利をすくうやつも買いました。これは400円でした、ということで全部で、5000円というのが、実はですね、ちょっとまた2匹ほど金魚を足しまして、で買ってきたのはですね、こちら、はい、まあ、これは金魚というか、実は、まあ、金魚と鯉の雑種らしいんで、300円、1匹300円で買ってきました。まあまあ、長物系かなと、割と長生きしてくれるんじゃないかなと期待して買っております。まあ、これを後で入れていきたいと思います。ということで、買い物に関しては以上なんですが、そうですね、ちょっと早速ですけど、ヒーターセッティングしようかなと思います。でヒーターのセッティング場所はですね、ここの中に突っ込んでおこうかなという感じですね。ですから、まあカバーも必要ないんですよね。カバーもいらないし、そういう使い方ですよという感じですね。なので電源がですね、今こっちの電源は全部使ってしまっているので、電源タップかなんかのあれを用意するか、まあ、どうかで、調達して、実際つけていこうかなと思います。はい、というところで今2時54分です。時刻2時45分で、2時54分、そして日付は12月24日の土曜日というところです。今白い2本の棒が見えていると思います。こちらをですね、1400円×2 のヒーター2本、こちらに投入しました。でですね、結構うまいこと言ったのが、なめたけの瓶をですね、なめたけの瓶の中に2本突っ込んで、ガラスの保護をしているような状態で入れております。で、そこを触ってみるとですね、もうかなりあったかいですね。まあ、一気に加熱して一気に温度を上げてくれる、そういう感じになっています。で、まあおそらくこの状態でいくと、今5本のヒーターが稼働している状態なので、5本のヒーターの稼働状況でいくと、まあまあ、あと数時間後にはですね、26度まで多分持っていけるんじゃないかなと思っているところですね。ですから、まあ26度まで持っていけば、この2本はずっと動きますけども、こちらが止まると。はい、ちょっと新聞屋さん、新聞代を払いに行ってまいりました。新聞がですね、この3、4年ぐらいの間で400円ぐらい値上がりしてるみたいですけど、購読者は減っているという悲しい、そういう状況にありますね。実際いろんな産業が、状況を変化させていて、でこの2年でまた大きくいろんな状況が変わりましたという、そういうことですからね。まあ、これからの社会、生きにくくなっていくのか、まあ自分のポジションを見つけていくのか、まあ、そのあたりはやっぱりこれからを努力した人がうまいようになるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ以前どこかの動画でお話しましたけど、まあ基本的にはですね、これからの時代というのは新しい波が大きく襲ってくる状況にあると思います。まあ、マイナスのことの方が多いと思います。でそれをですね、うまく乗り切っていくことが非常に重要だと思います。メディアにしてみればですね、これまでのメディアの形態っていうのは大きく変わってきますし、おそらくポジションもどんどん落としていくと思いますので、それに代わる何かが必要になってくると。で、それに代わる何かが発信する新しい情報というのが、これからの主流になってくるようなところもあるということですね。まあ、そういったところも含めて、これからの私たちの社会というのは、まあ、いろんな意味でやっぱりちょっとしたマイナスの作用が多くなってくると思います。でそれに対して、しっかり対処していくことが重要ではないかというところですね。なんかこう、亀くんと魚たちのやり取りを見てたら面白いんですけど、なんか亀くんがいじめられているような感じになっていますが、魚たちも大きくなりましたからね。まあそういう状況ですよと。
ということで、あ、このヒーターですね、ヒーター今5本使いですけども、まあ、おそらくこちらの方が作動して電源が切れると思います。でこの電源が切れたら結局これだけでは足りなくなるんで、またこちらが電気がつくと、まあ、そういうやり取りをしばらくは続けていけば、割と水温が高い状態で維持できるんじゃないかなというところですね。まあ、うまいこと稼働していってほしいところですという感じでした。さてさて、ということなんで、そろそろですね、今日仕入れた新しい金魚くんを、金魚なのか鯉なのか分からないですけど、まあ話していこうかなと思います。場所はここですね、亀くんのいるところに、入れていこうかなと思います。はい、この2匹ですね。はい、まあ長物と言われる系の元気のいいタイプだと思いますんで、まあ群雄割拠の中で頑張っていってほしいかなというところです。ここにいるオレンジくんたちは気性が荒いので、まあ、こいつらなら多分大丈夫だろうというところで話してまいりたいと思います。はい、泳いで回っているようですね。早速大きいのに目をつけられているような感じがありますが、はい、まあそういうことで、まあ、今日はですね、ちょっと水替えはやめておこうかなと思います。明日ちょっと元気があればやろうかなと。まあでも水は替えなくてもいいんじゃないかと思うんですけどね。あとまあちょっとさっき気づいたんですけど、ランチュウ君が一匹やっぱり弱っていて、なんかこう、体がちょっと赤いような気がするんで、なんでしょうね。なんか内出血みたいな風に見えるといえば見えるという感じになっておりますが、まあしかしこればっかりはね、というところですね。ちょっとかわいそうですけども持たないんじゃないかなという感じがしております。はい、ということで今日はとりあえずまた、後で来ようかなと思います。はい、現在12月24日夜9時46分になりまして、こちらの方回しております。まずですね、卵中2匹弱ってたのを移しました。1匹死んでます。はい、でこうなるとですね、新しく買ってきた何匹買ったか、7匹ぐらい買ったのかなと思います。もうほとんど全滅してしまいましたね。まあ今多分2匹今映ってると思うんですけど、1匹はもう死んでいます。でもう1匹は背中の方が赤くなっていて、なんかこう内出血みたいな形になってるんで、まあ原因という原因ははっきりは分からないんですけど、まあ、考えられる、まあ、弱っていった要因としては、今までずっと冷たい水で店で飼われていたみたいなんですけど、まあ、こっちに入ってきて水がちょっと暖かくなったからそれに対応できなかったのかなという、そんな気がしています。やっぱり今冬ですからね、真冬ですから、まあずっと冷たい温度で生活していた弱い小さい個体が、少し温度が上がってそれに耐えきれなくなったのかなという、まあそういう想像をしていますが、はっきりしたことは分かりません。で今こっちに残っている匹数が何匹、まあ、8、9匹かそのぐらい残ってるんですけど、やっぱり弱ってる個体もいます。そして今まで飼っていた分は、まあ、健全というか、まあでもその中でも何匹か死んでましたからね、まあ、やっぱりなかなか難しいですね、環境変化と、あと、まあ、そもそも、まあ、個体が耐えきれなかったというところもあると思いますので、まあ、やはり卵中は難しいという感じですね。はい、残念ながら、まあ、ほぼ全滅してしまいましたということです、まあ、まだ死んではいないんですけど、もうちょっとダメかなと思っています。そして、亀くんですね、今今日のヒーターを2本使いにしてからですね、こちらヒーター、映っていますけど、まあ、これがやっぱりかなり熱を出していて、水温の方はですね、ここのこの中にある温度計の方で23度まで上がっています。でおそらくここも多分ですね、まあ、20度ぐらいにはなってるかなと思います。なのでカメ君がですね、やっぱちょっと元気になったかなと思います。亀の活性はだいたい26までいかないと活性化しないということでしたので、まあ20度ではかなり寒いでしょうけど、なんかだいぶちょっと余裕が出てきているような風に見えます。ああいう風にこう
夏場みたいにこうプカプカ浮いたりとか今日今やってるんで、まあ、そういう意味ではこう気持ちに余裕が出てきたのかもしれないですね。おそらくヒーター周りぐらいだと22、23、まあそのぐらいあるかもしれませんけど、まあ、そういうことで、少し亀くんにとっては過ごしやすくなったんじゃないかと思います。まあ、電気代はちょっとプラスかかってしまうんですけど、まあ、真冬ですから1、2月ぐらいまではですねヒーター5本使いでやっていって、で多分それ以降になってくると自然にここの温度の、まあ、温度が上がってきて電源が多分スイッチが落ちると思うんですよね。まあ、そんな感じでうまいことやっていければいいなと思います。はい、ということで本当は水替えとかもですねある程度やった方がいいと思うんですけど、まあとても寒くてですね水替えをしようという気があんまり起きないんですよね。まあまあそういうこともありまして、まあまあそのあたりはそんなにまあ水が汚れてるっていうことはないんであんまり心配はしてないんですけどね、まあ大丈夫かなとは思っております。そして新しく買ってきた鯉の、まあ、鯉くんと名付けようかなと思います。鯉くんも一応生きていますよと。なんかまあ長物個体ですからね、結構元気に泳ぎ回っていますし、割と強い生命力があるんじゃないかとは期待してるんですけどね。亀くんは上がっていこうと頑張っていますね。上がれなくなっているような感じはありますが、はい、餌を食べに来ているような風がありますね。上がったら寒いんですよね、途端に寒い。おそらく気温は多分7度かそのぐらいだと思いますので、まあでも餌を食べにのこのこやってきているようですね。はい、まあ、餌を食べそうですね。はい、まあまあ餌を食べてくれないと弱ってしまうんで、はい、まあそういうことで、今日は以上にしたいと思います。